こんばんは、水島です。8月24日、7時38分です。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。ということで、じゃじゃんと、はい、こちらが Galaxy Z Fold 3ですね。こちらが Galaxy Z Fold 6です。はい、でちょっとこの Z Fold 3をですね、明日サムスンの公式下取りの集荷が来るので、今日が実質最終日なんで、ちょっと Z Fold 6をですね、1週間かな、先週の木曜日に届いたんで、あ、1週間ぐらい、使ってみましたので、まあ、ちょっとその Z Fold 3ユーザーが6に切り替えてどうだったかなといったところをお話ししていこうかなと思います。でまずなんですけど、結論から言いますと、もうね、 Z Fold 3ユーザーは買い替えるべきです。もうこれはもうマストですね。完成度が非常に上がりました。で、ちょっと前回のあの独り言的な動画でお話ししたんですけど、一応僕のフォールド歴というと、初代の Galaxy Z フォールドですね。このカバーディスプレイがめっちゃちっちゃくて、縦長で、あの開いた時にね、右上に切り欠きがあるっていうのが初代 Z フォールドですね。あれを使いまして、で、次が Z フォールド3ですね。これはフェリカ搭載ということで買ってみようかなと思って、まあ、厳密に言えば Z フォールド4が出たタイミングですね。あのタイミングでやっぱ折りたたみ使いたいなというちょっと熱が戻ってきまして、で Z フォールド3を買いました。4と3はね、当時そんなに差がなかった。ちょっと方が横長になったぐらいで、あとカメラが良くなったんでしたっけね。確かそのくらいだったんで、まあどっちでもいいやと思って、安い方の Z フォールド3を当時15万円ぐらいですかね、購入しました。で5が出た時は見送りました。なぜかというと、4と5の差があまりなかった。折りたたんだ時のここですね、まあ、Z フォールド3はここに隙間が、ちょっと黒いか分かりづらいですけど、ここに隙間があるんですよ。けど Z フォールド5から、ちょっとこれケースつけちゃってますけど、6でこのね隙間がなくなったという差ぐらいしか4と5ではなかったので、まあ5も見逃そうかなと思って見逃しました。で今回 Z フォールド6ですねを購入したんですけど、購入した理由としては、まずデザインがめちゃくちゃ、かっこよくなりました。このデザインね、僕今回サムスンオンライン限定の白にしたんですけど、マジで白にしてよかった。あの行った時で、ね、白か黒か悩んだんですよね。今回4色展開あって、なんだったっけな、ブルーネイビーブラックホワイトみたいな感じで、オンライン限定がブラックとホワイトなんですよ。でギャラクシー原宿に行った時に、オンライン限定色じゃなくても気に入った色を買おうと思ってて、そのオンライン限定以外の色に関してはちょっと、なんかまあまあまあ、あ、ブルーじゃない、ブルーネイビーじゃない、ごめんなさい、確かシルバーネイビーだったと、あ、シルバーネイビーかな、だったと思いますけど、でも白か黒、オンライン色限定の方がやっぱかっこいいなと思って、悩んでたんですよ。でその場ではちょっと黒いかなとか思ったんですけど、オンラインでそういえば白いスマホを持ったことないなと思いまして、ちょっと白行ってみたら、もうマジでめちゃかっこいい、超かっこいいんですよ。この白がなんかよりよりスマホ感が、スマホ感ってスマホなんですけど、めちゃくちゃスマホ感が出てきたっていったところで、ちょっと話しとれましたけど、といったところで、もうデザインがめちゃくちゃ変わったよっていったところが、まず購入理由の1個ですね。で、あと Z フォールド3をですね、基本的にメインで使ってたんですけど、あのこの話何回かしたんですけど、ライカ Q3 を買って、ライカフォトズってアプリでスマホに写真を入れるときに Z フォールド3に入れると、何かなぜかのめちゃくちゃ画質が荒くなってしまいまして、でしばらくこの iPhone 15 Pro ですね、15 Pro を持ってるんで、一時期 iPhone 15 Pro に乗り換えて Z フォールド3を、やめてたんですけど、やっぱり1回あの2年間ぐらいがっつりメイン機で使うと、やっぱ iPhone じゃね、確かに iPhone の便利なところもあるんですよ。あの特に iPhone のウォレットアプリの出来は非常によくできるなと思ってて、めちゃくちゃ便利なんですが、ちょっとやっぱり折りたたみに戻したいなといったところもあったし、まあ、電池持ちっていったところもあったので、今回、Z フォールド6に買い替えました。で予定では Z フォールド3を父親に
あげようかなと思ってたんですよ。父親が今 iPhone XS Max を僕のお下がりで使ってるんですけど、あげようかなと思ってたんですけど、iPhone と Android だと使い方が変わるかもしれないくて分からんかもしれないからいいよって言われて、僕がね一緒に実家に住んでいればすぐ聞けるけど、なんか使い方分かんなくなったら、で母親も iPhone で、僕の一家は基本的に iPhone、iOS ユーザーなんですよ。まあ僕はiOS を押してたっていうのもあるんですけど、使いやすくて。なんで Android を聞く人がいないので、いいよっていうことで、Z Fold 3が、まあ余ってしまったので、今回、Galaxy の下取りに出そうかなと思いました。で、まあ多分メルカリとかで売った方が高く売れるかなとは思うんですけど、ちょっとサムスンの公式下取りっていうのもね、この前 MacBook Air を M3 MacBook Air を買った時に Apple 公式下取りを使って非常にスムーズにいけたので、パソコンじゃないですけどスマホでサムスンはどうなのかなっていったところもちょっと気になったんで、今回サムスンオンラインで、下取りを出したっていったところになります。はい、っていったところで、1週間ぐらいですね、使ってみて良かったところとかの前にまず、3と6比較してみようと思います。割と5と6の比較は YouTube で見たんですけど、3と6あんまいないかなと思うん で3からね、このやっぱフェリカが来たってところでめちゃくちゃ人気は出たかなと思うので、結構持ってる人も多いのかなと思います。あ、めっちゃ話それちゃいますけど、一昨日かな、通勤してて同じ車両に大抵電車って3つぐらいドアあると思うんですけど、僕一番端っこのドアにいたんですよ。そしたらその端、同じ車両同じ端っこのドアに折りたたみスマホを持ってる人が僕含め3人いました。すごくないですか。こんなこと今まで初めて見ました。結構僕人のスマホをどんな機種使ってるのかなって見るんですけど、この事件は初めてですね。一人はね Z Fold 6でした。僕と一緒白だったんですぐ気づきました。でこのカメラも大きいんで、5との違いはこのカメラの大きさとか、であと一人ももしかしたら6かなって感じですね。ただ色白じゃなかったんで分かんなかったんですけど、この底が6っぽいデザインで角張ってたような気がしたんで、多分 Z Fold 6かなと、という余談を置いといて、はい、外観見ていきます。はい、まずもうこれいいですか、この入っていった時の持った時、これがもう軽さが決定的に違います。明らかに軽いです。一番分かりやすいのがポッキーに入れた時、 Z Fold 3は結構ドスンとくるんですけど、Z Fold 6はスッて入って、なんかほんと iPhone とあんま変わらないぐらいの感じで持てますっていうぐらい軽くなりました。で外観がこんな感じですね。まあ3と比べると、これが4、5になった時もカメラでかくなったんですけど、6よりでかくなりました。まあただカメラは iPhone のがもちろん上かなと思うので、あと僕の場合はもう Q3 あるんで、別にスマホのカメラは最低限撮れればいいかなレベルなんで、あんまカメラで実は Z3、Z Fold 6あまり撮ったことはないです。でこんな感じで、今回一番のデザインがここですね。角張ったっていったところで、ちょっと Z Fold 3はケースしちゃってますけど、今までのねフォールドシリーズはここは丸カーブだったんですけど、6から角張ったことでよりスマホ感がめちゃくちゃ増しました。このグリップもめちゃくちゃいいんですよ、持った時に。で3と比べると横幅が広くなりました。3から4の時もちょっと大きくなったんですけど、で4から4、5は変わらず、5、6また横幅が大きくなったんで、3と比べるとかなり横幅が大きくなったなって感じですね。実際にちょっとこれケース6つけちゃってますけど、こうの方がいいか、結構な違いじゃないですか。はい、って感じでめちゃくちゃ横幅が広がって、よりこのカバーディスプレイでの操作がめちゃくちゃやりやすくなりました。なんだかんだ言ってこのフォールドシリーズって結構8割9割このカバー画面でこと済んじゃうんですよ。って言ったところで、このカバーがでかくなるのはめちゃくちゃありがたいです。めちゃくちゃ操作がしやすくなりました。はい、で、背面こんな感じで、横がこれがフォールドシリーズでスタイルスということで、わかりますかね、これちょっと黒だからわかりづらいんですけど、かなり薄いです。こうすればいいかな。はい、
じゃじゃんと。これケースつけてる6ですからね。で、こっちケースなしの Z フォールド3ですけど、これ明らかに6の方が薄いですよね。っていうぐらい、めちゃくちゃ薄くなりました。で、あと、お尻のところは、こんな感じですかね。ほい。まあ、タイプ C、スピーカー。で、スピーカーが、横一本になりました。Z フォールド3の時は、見にくいですけど、タイプ C と、このブツブツの穴のスピーカーですね。この iPhone みたいな感じのスピーカーだったんですけど、Z フォールド6から、この横長になりました。で、上もそうですね。上も横長ですよと。はい。で、こちらブツブツですよと。たところです。で、開いた時の画面が、はい。これが、Z フォールド3ですね。はい。ちょっとこれが新規プライベートウィンドウですけど、はい。こんな感じです。この画面から伝わることはなかなか難しいかなと思うんですけど、この折り目がもうね、全然使ってて目立たない。これ指で結構やると3の時はへこんでるってなるんですけど、6はもう全然わからないぐらいの、もう平らになってるんで、やっぱここは4、5と、やっぱ2年、3年ぶりの、乗り換えなんで、めちゃくちゃ体感するなといったところでございます。うん、そんな感じ。開いた時は、あとやっぱ開くとより正方形に、6の方が近くなったので、まあそこで結構なんかより正方形の方が、最初ね、Z フォールド3とかのこの縦長の形状も気に入ってたんですけど、結構やっぱ正方形になるにつれてよりなんか見やすくなったかなといった感じですね。確かに3はちょっと縦長すぎたのかなといったところはありますけど、まあ、そんな感じですかね。開いたときは。動きに関しては特にないし。で、折ったときも、まあ、これもね、Z フォールド3を長年使ってるんで、ちょっとここの、あれが、なんだろう、緩くなったっていうのもあると思うんですけど、Z フォールド6は結構、ここまで、なんだろうな、硬い感じ。で、最後に、ゆっくり静かにパタって閉まる感じ。フォールド3は、まあ、フォールド3もまあちょっとこの辺柔らかいんですけど、ここはね、結構パンっていくんですよね。で、Z フォールド6はここまで最後までパンってあんま言わずに、ほら、あんま言わないでしょ。本当の最後の最後でピッて感じ。伝わるかな、これ。持ってる人は多分伝わると思います。はい。っていうぐらいですかね、6、3の比較的には。まあ、外観がめちゃくちゃ、あと、僕がこれ、結構日々、毎日使ってて、一個めちゃくちゃいいなと思ったところがあります。それはですね、Z フォールド3。見えるかな?ここ。フィリカの位置、ここなんですよ。そうすると、改札機に、これ改札機だとして、ここをやんなきゃいけないんですよ。ここを。真ん中を。なんですけど、Z フォールド6から、ここになったんですよ。そうすると、このね、リーチが長いんですよ。で、何がいいかって、僕 iPhone めちゃくちゃ長年使ってて、iPhone 今も使ってるんですけど、iPhone ってこの辺にあるんで、結構上の方でピッてあるんですよね。で、Z フォールド3になって、一番使いにくいなと思ったのが、正直、真ん中なんですよ、フェリカが。だから、ポッケからスッて出して、ここ持ってピッてのができなくて、なんか真ん中の方に当てないとできないっていうので、結構、なんか、スイカとか改札通るときとか結構気を使ってたんですけど、もう6になってから、ここ、もうリーチが長いにピッていける感じ。3は、ここのリーチじゃいけないんですよ。ほって感じ。フィリカもうわかるかな、この。っていうぐらい、このね、フェリカの、ID の位置が変わったのは、めちゃくちゃいいです。iPhone と一緒ぐらいの位置になったので、この上の方になったので、めちゃくちゃ、もう個人的にはそこが一番、3、6回書いて、よかったかなと思います。もちろん電池持ちはいいですね、確かに。まあ、Z フォールド3はあまり電池持ちが良くなかったのかなっていうのもあるし、2、3年前の機種なんで、まあ、もともと寿命も来てるのかなと思うんですけど、6の電池持ちはめちゃくちゃいいですよ。2日は持ちます、余裕で。なんで全然充電しなくても怖くない。Z フォールド3はね、見る見るバッテリーパーセントが減ってくるんですよね。ただ減ってくけど、1日は持つんですけど、やっぱちょっと
そのヘルスピードが速くて、ちょっと心もとないなとか思うんですけど、それが Z Fold 6はもう全然ないので、もう快適に使えておりますといったところですかね。あとは何か言い残したことあるか。あとは、Z Fold 6、5からあったんでしたっけ？ 5 からかな？サムスン公式の SIM フリーモデルが出ました。で、確か Z Fold 5は、最初キャリア版が出て、なんかその後に SIM フリーモデルが確か30万ぐらいですよね。確か1テラしかなかったとかなんですよね。ストレージが。で、めちゃくちゃ高かったんですけど、Z Fold 6から2頃から、SIM フリーモデルが出たので、まあ、iPhone と一緒ですね。僕基本的にキャリアモデル買わないんですよ。で、この Z Fold 3はさっき言いましたけど、4が出たタイミングで中古で買ったので、これドコモ版なんですけど、今回からもう SIM フリーが一発で、サムスンストアで買えるので、僕はこの直で買ったのにキャリア契約なしですね。なんでキャリア契約がないと、このね、Z Fold 3はいっぱい入ってるんですよ。この、どこだっけ、ここ。はい、じゃじゃんと。ドコモってフォルダが勝手にできてて、このいらねえアプリがいっぱいあって、消せないし、なんか再起動するたびにドコモ ID 設定してくださいみたいなね、ノーティフィケーションが出るんですけど、もうそれも一切なく、っていうのはもうめちゃくちゃやっぱもう SIM フリーは正義です。キャリアモデルは本当に嫌だ。まあ、購入方法もめちゃくちゃ良くなったし、まあ、全体的なもう3から比べればスペックも上がってるし、ということでもう、いやー最高ですね、本当に。やっぱり、折りたたみは正義です。ってことは、本当に買ってよかったですね。でですね、ライカの画像に関しては、Z Fold 3と6でサイドバイサイドで比較してないんですけど、めちゃくちゃ綺麗だと思います。先週ぐらいに行った大谷資料館での写真なんですけど、結構ね、拡大しても綺麗に写るなっていう感じです。ちなみに iPhone だと、まあ、正直、iPhone の方が、綺麗ではあります。綺麗ではありますけど、明らかに、僕が同じ画像を入れて、絶望してた時ほどの、差はなかったので、やっぱディスプレイの、その解像度とかも進化してるのかなと思うので、よりね、もちろんコンテンツも綺麗に見えるし、自分が撮った写真も、このまま Z Fold 3から比べればカメラもアップしてるし、僕みたいに外部のカメラで取り込んだ画像もこの大画面で綺麗に見えるので、めちゃくちゃいいかなと思いますよ。ということで、まあちょっとね、この Z Fold 6を買って旅行とかにはまだ行けてないので、旅行の時の折りたたみの便利さは半端ないんですけど、ちょっとまだそこは恩恵を受け入れてないんですけど、日常使いでも非常にもう満足してる。最強の、本当折りたたみスマホの、完成形かなと思います。折りたたみスマホをこれで1回、2つ折りですね。今、3つ折りっていう噂もどんどん出てるんですけど、このフォールド型の、このこっち型のフリップじゃない方の折りたたみスマホとしてはもういったこれで完成なんじゃないですかね。で、あとはここから、7からは、タブレット要素ももうちょっと追加して、ペンがね、内蔵できるとかしてくれれば、これペンいけそうですよね、けど。S ペンぐらいだったら。セブンぐらいで来んじゃないかなとか思うんですけど。って言ったところですかね。もう。なんだろう、あと。Z Fold 7に求めること。1週間使って、特にもう満足ですね。もう完成なんで、これ以上は、何も求めないっていう感じ。Galaxy Air も結構、なんだかんだ言ってよく使ってるんで、最高です。ということで、ちょっと、20分超えぐらいになってしまいましたけれども、Z Fold 3ユーザーが、Z Fold 6を1週間使ってみたらどうだったかっていうお話でした。もう結論は、Z Fold 3ユーザー買い替えましょう。3、4の人は買い替えていいと思います。5の人は、まあ、買い替えないでもいいかなと思うんですけど、このね、デザインがね、デザインがかっこいい Z Fold 6は、久々にこの、なんかデザインで惚れました。iPhone よりかっこいいですよ。この角張ってるデザインが。ということで、ぜひ気になる方は Galaxy 原宿で展示があります。4色展開で展示がありますので、ぜひぜひ見ていただければいいかなと思います。
ということで、今日はこのくらいにしておきます。また Z フォールド、もうこれで3は手放してしまうんですけど、何か Z フォールド6で確認していただきたい点とかあれば、ぜひぜひコメントください。はい、ということで、以上、水島でした。折りたたみスマホユーザーの皆さん、折りたたみスマホライフ、楽しみましょう。ではでは。